どうもこんにちは、ヒョクです。こんにちは、ハギンニだ。いや、皆さんね、多分僕普段のイメージだと韓国コスメをよく愛用していたりテストをしていたりするので、まあネットで買うのがベースかなと。その通りなんですよね。でも今回はですね、ドラッグストアで今買った方がいいと思った、まあ、成分で見たこう中身とか見させていただいて買ってきました。約1万4000円分ぐらい。今世間でおすすめしたいものプラス、あ、これだったらちょっと使ってみるのもありだなと思って買ってきたものですね。大量の購入品紹介でございます。それでは今日もやっていきましょう。レッツゴー。ね、皆さんももうご存知のものもたくさんあると思います。ただ僕が今まであまり使ったことがないものも結構あるので、ちょっとそれらをね、皆さんにも、あー、これね、ヒョク君これいいよというものがあればね、ぜひコメント欄でもまたね教えてくださいね。それでは1つ目、これはね、大きい方とちっちゃい方もあったんですけど、まあとりあえずトライアルサイズでいいかなと思いまして、じゃん、水彩ビューティークリアパウダーウォッシュ N ですね。この洗顔系僕って結構好きで愛用はしてるんですけども、ちょっと今ほくろ除去してまだ1週間ちょっとしか経ってなくて、まあしばらく酵素洗顔は置いといた方がいいのかなと思って今我慢はしてるんですが、これは気になりました。これ多分使ってる人も結構いるよね。あと YouTuber の方でも何人か紹介してるの見たことあるなと思って、毛穴の黒ずみ、汚れ、角栓、ザラつき、古い角質を潤い守りながら取り除いてくれる、やっはー。酵素洗顔って結構あの洗浄力が強いんですよ。あの毎日とかは絶対使っちゃダメですよ皆さん。まあ使っても週に1回、多くても2回、まあ1回でいいかなっていう感じですね、うん、あ、パラベン入っとるかな、メチルパラベン。パラベンフリーちゃうんやん。あー、買ってから成分表見ちゃった。ラオリンさん、まあいいか。続きまして、ネット上でね、ドラッグストアの人気商品とかをこう見てて、その中で何個か選んで買ったんですけれども、これもね結構評価高かったね。じゃん、アベンヌミルキージェルエンリッチの方です。このミルキージェルのこのエンリッチの方が600円ぐらい高いのかな、確か。なのでちょっと高級な方ですね、こっちの方が。この高い方がエイジングケアには優れてるんですよ。最近ね、もうエイジングケア、そしてね、トーンアップケアもそうですけれども、肌荒れケアとかね、毛穴の汚れとか、この3つを主に僕はねベースとしてスキンケアをしてるんですが、いや、ちょっと気になるよね、このアベンヌのエイジングケアって一体どんなもんなのかっていうのが気になってね。アベンヌ温泉水って何なん？成分の一番上に温泉水って書いてある。温泉水が一番多く含まれてるんですね。アスクワランいいですね。はいはいはい、いいんじゃないですかね。まあ強いて言うならジメチコンが入ってるなーぐらい。ヒアルロン酸モノオリゴマーだって。ヒアルロン酸ナトリウムのことやん。普通のありきたりなヒアルロン酸ナトリウム。ヒアルロン酸自体が低分子から高分子、まあ、超高分子とかまでいろいろあるんですね、段階が。でヒアルロン酸ナトリウムっていうのは中分子から高分子ぐらいの大きさです。ここのおすすめしてるヒアルロン酸モノオイルゴマが入ってるからエイジングケアいいですよって書いてるけど、普通のヒアルロン酸ナトリウムのことですね、ここに書いてるけど。これずるいな、ちっちゃく書いてあるもんな。でもう一つ、これはねすごい評価高かった。多分これ使ってる人結構いるんじゃないかな。これすごい気になったんですよ。ソフィーナの IP ベースケアセラム。なんかさ、炭酸って書いてあったのに、土台美容液。まあ、要は導入美容液ですね。ちょっと早速使ってみたい。めっちゃ気になる、これ。直径約3センチ。ほーん。泡を潰さないように顔にのせます。で、優しくゆっくりと顔全体に広げて十分になじませる。へぇー。洗顔の後にすぐ使う。まあ、要はほんとブースターみたいなもんですよね。ここに使用量の目安みたいなのが書いてあります。結構これはね、アットコスメでも結構人気なんですよね。こんぐらい？高濃度炭酸って書いてあったんだよな。気持ちいい、ひんやりして。あ、確かに炭酸泡だ。ちょっと出しすぎた感はある。いいんじゃないですかね。ちょっとつけすぎたんで、まあ、要はさ、導入美容液ってことですよね。次に使うスキンケアの多分効果をね、より高めてくれるものですよね。まあ、要はブースターですね、本当に。ファーストインプレッションめっちゃいい。これすごい。ちなみにこっちも一応開けますか。その場で使った時のレビューなので、正直、あ、めっちゃいいですよこれとかは、ちょっと僕はあの口が裂けても言えないのでご了承ください。スパチュラも入ってますね。ワンステップだから、これオールインワンみたいな感じ。おお。あはん。おー、危ねえ。意外とテクスチャー柔らかそうですね、この感じ。あー、こんな感じですね、テクスチャーは。まあ、そんなに硬すぎず、あ、ただこのさ、上蓋、これちょっと開けにくいな。ここはちょっと凹んでほしかったな、上側が。そしてスパチュラ、ここに置いて閉じようとすると、
閉じらない。なのでスパチュラ別保管。惜しいですね。まあ伸びはいい方ですね。あ、でも保湿力高いねやっぱ。あ、マジか。黄色の5って書いてあって、これ、あ、着色してる。あ、なんか買ってからだけどすごいなんかいろいろ目立ってきたな。お次はアットコスメでも結構人気があった商品かな。じゃん、アクアレーベルマルチアクアバーム、パラベンフリー、アルコールフリー、いいですね。素肌力にこだわるあなたへ。発酵から生まれるアミノ酸配合、顔、体用バーム。まだ出たばっかりなんですよね確か。2021年8月21日に発売したばっかりのやつですね。ジュワッと水状に変化するユニークなバームで角質層まで浸透して潤いケア。すごい、水状に変化するバームは珍しいかも。あーでも確かにパッと見バームですわ。ちょっとさっきのスパチュラ使うのもったいないから、手でいっか。あーなるほどね。こう見ると普通になんかゼラチンみたいに固形なんですけど、うん、すごいなんか初めての感触かもしれない。あー、これは珍しい。半透明っぽい感じはあるんですが、いや、これはすごいみずみずしいわ。潤いたっぷり。ちなみに使い方は洗顔の後ですね。化粧水とか、まあ、美容液塗った最後の、まあ、クリームの手前ぐらいでいいと思います。乳液の前とかね。いや、すごい。しっかり浸透してる感がわかる。ひんやりするもん、肌が。なんだろう、これすごいな。これ普通に好きかもしれない。塗っていけば塗っていくほどちゃんと水状になる。これ多分普通にもうちょい時間だったら多分ベタつきとか全くなくなっちゃうと思う。で、もう一個ね、買ってきたものがあります。これはもうね、有名だから皆さんご存知かと思います。じゃん、エレクシールツヤ玉ミスト。これ有名ですね。美容水素と美容オイル層が混ざり合った。ああ、なるほどね。でもね、最近はメイクした後って上結構、まあ、メイク用のフィクサーよくかけるじゃないですか最近は。もしくはパウダーでやったりとか。パウダーと一緒には合わないと思うんですが、2層になってますね。最近この2層タイプ多いな。わかんない、僕の手元によく来るだけなのかな。香りは好きな香り。メイク崩れも防げるんだ。すごいね、アットコスメでもめちゃめちゃ評価高いね。すごい、ほとんどの方が高評価をしている。ちょっとね、よく言えばオイル配合の割にはそこまで別になんか水分油分バランスを整えつつなんか潤いがあるかなって言われたらそこまでではない。まあ、もしくはもっとたくさんかけないといけないのかもしれないけど、もっとたくさんかけるんだったらメイクの上でそこまでやっちゃうともうびしゃびしゃになっちゃうので、まあでも値段に比べたらハイクオリティだと思いますね。しっかり水分を含んだツヤ肌になってくれるからいいですね。そしてですね、実はこの2つも実は買ってるんですよ。これはね、今回ドラッグストアでというよりはネットで買いました。 Amazon で買っちゃいました。この2つは別の動画でも多分上がると思うんですけれども、実はこれもすでに買っててまだ数回しか使っていないんですが、純粋に僕が最近トーンアップケアめっちゃ最近またハマってきたんですよ。トーンアップケア用の機能性成分すごいハマってたんですね、もともと。でそっからエイジングケア用の成分にめちゃめちゃ詳しくなって、でまた戻ってきたい感じ今。2つとも共通してるのがございまして、トラネキサム酸という成分を含んでるんですね。これが何かというと美白効果を持つ機能性成分なんですが、どちらかというとシミとかそのくすみももちろん効くんですけども、乾板とかね、ちょっと肌が黒くなってきた時とか明るさを取り戻したい時にすごくいいです。あとは純粋に紫外線を浴びてメラノサイトがメラニンを生成するのを抑制してくれたりとかっていう風に、結構トラネキサム酸自体もすごくいいですね。このさ、肌ラボの方はさ、ホワイトトラネキサム酸って書いてるんだよね。これがどうなのかはちょっと普通のトラネキサム酸と違うのかどうなのかもわからないんですが、まあ、でも薬用だからね、薬用そこも共通ですね。そのおかげかわかんないけど、最近でもさ、だいぶクマっていうか、まあ黒い部分っていうかだいぶ減りましたよね。はい、という感じでですね、今回ちょっとドラッグストアでいろいろ買ってみました。その場での使用感なんで、まあファーストインプレッションっていう感じなんですけれども、最初の第一印象で良かったもの、これはまだ使ってないから何とも言えないんですが、これとこれはもうすでに数日使ってて、あ、買ってよかったのもうすでに段階に入ってます。外側からもトラネキサム酸で早くね、こうメラニンを含んだ細胞とか還元させるんですが、あとは飲み薬とかでもね、内側からも美白ケアをするっていう、最近ねすごいそれでどん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 明るくなってる気がしますね。ドラッグストアで買えるものをレビューしてみました。あとはね、アットコスメで人気のものとかもね、今後ちょっと買ってみて、まあ、正直レビューっていうのをちょっとやりたいなと思っております。ということで皆さん、今日もご一緒に今日より明日綺麗になりましょう。
以上でした。バイバイ。